こういうやつが一番わからん。よく言うよ。俺に教えなかった人全員が解けたかもしれない。寿司に行く準備はできた。どうも、ジャケビです。ともかげです。山です。教科書には載ってない便利英語。こういうのが知りたい、要は。そうなの。教科書の英語ももちろん大事だっていうのは分かってます、私も。うん、ただ、その、便利なやつ、便利な順に知りたい、正直。そんな、ガサツな感じで入ってくるのよ。分かりますし、うん、実際こっちを使えるようになった方が実用的だと思う。そうだよね。正直。私もそう思う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 わ。実用的だと思う、こっちを覚えた方が。そうなのよ。あなたはどう思うのよ。うるさいよ、とにかく。とりあえずうるさいよ。いや、そうでしょ、でも、その、それも必要じゃん、やっぱ。実際そうだよね、習わないけど、よく言うのとかめっちゃあるし、だから山ちゃんとかもその経験値いっぱいあると思うな、うん、俺めっちゃ言うやんみたいな、うんうんうん、日本で全然習わないやんみたいなのもあると思うんで、うんうん、手っ取り早く知りたいっていう手っ取り早く知りたいってすごいです、はい、じゃあサクッとね、はい、教えていきましょう。じゃあまず1個目 I got to おえ I got to、うん、こういうやつが一番わからん、わかる言ってること言ってることわかる。I got to って全部なんか基本単語じゃん。すげえわかる。一番ぼやっとしてみる感じがして、うんうん、わけがわかんないのこういうのって、うん、どうにかしてほしいわ。これね、ちなみに絶対使うマジで。あ、ね、そうなんだ。英語勉強者でこれ知らないのはもうやめときな。え、マジマジでこれはもう知っとかなきゃダメだよ。じゃあ今俺 I got to って聞いて、え、どういうことってなってんの。やばいじゃん。やばいよ、あなたもう帰った方がいい。帰どこに。俺んちだしな、ここしかも。俺らがいなくなった。俺らがいなくなった方がいい。そうだ、本当に。実際、日常的な英会話では、got っていうのがね、gotta に変換されますから、I gotta go to school。まあ、この意味としては、うん、I have to を置き換えていいよ。そうなの？え、うん、何々しなければならないけど。そう。それのフランクバージョン、よく使うバージョンが、got to, gotta。まあ、多分フランクな言葉だから、多分教科書では習わないんだと思うんだけど、うん、めちゃめちゃ使うよね。have to より全然使うからね。じゃあ、have to やめよう、じゃあもう。やめよう。いや、ほんと。got to に書き換えよう。have to って言う時もあるの、ちなみに。うん。have to って言う時には、本当にやらなきゃいけないんだけどね。got to の軽いんだよね。あ、やんなきゃみたいなね。have to はもっと重い。絶対やんなきゃいけないんだよ。あー、そうなんだ。うんうん。例えばじゃあさ、あ、息子のお迎え行かなきゃとかは、got to でもいいの。うん、迎えに行かなきゃ、ちょっと行ってくるわ。 Oh, I gotta go pick up my kids ね。あ、まあでも全然その場合で Oh, I have to go pick up my kids でも全然大丈夫。なるほど。全然変じゃないんだけど、なんとなくのこのニュアンスの問題ね。うん、なんかね、こっちの方がフランク。 You gotta とかも聞かない。あ、そうそうそう、お前は何々しないといけないを結構ラフに言ってる感じ。そう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 。はあ、確かにこれは死ぬほど使えそう。死ぬほど使う、本当に。信じられないよ。信じられないぐらい。これは習わないの。そうそうそう。なぜかっていうね。そうそう。ガラじゃダメなシーンってどんなシーン？やっぱまず真面目な文章ではダメだよね。そう、ダメなんだ。やっぱり。そう、ね。基本喋り言葉だから。ああ、そっか、うん。例えば、話し言葉で上司とかに言って失礼とかそういうのはない？私 vs 上司で、うん、自分のこと、I gotta go! とか、うん、だったら大丈夫。だけど上司に対して、その封筒は2階に持っていかなきゃダメです。うんうん、いうときに、うん、You gotta take that second floor ちょっと命令調になっちゃうかな、ちょっと乱暴になるかな。そうなんだ、うん、上司の行動に対してを言うときには、ね、ゴッドじゃない方がいいね。確かにそのなんか乱暴感あるし、目上感がちょっとあるのかもね、なんかね、うんうん、これやんなきゃダメだよみたいな感じがするから。そう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 、相手に対して言うときにはちょっとゴッドの方が、うん、言ってる側がやらなきゃダメってすごい思ってる。 VS have to は、うん、そういうルールですから、あ、そういうルールなんですよっていうふうに伝えてるからかな。なるほどね。これはもう大事だわ。大事だよ、マジで使うんだこれ。大事。じゃあ次、はい、I guess。 I guess は習うよね、日本でもね。習うね。例えば例文で言うと、はい、これトニー残したけどさ、 I guess he was full 満腹だったんじゃない、何々なんじゃない、いやね。これはその日本語で言う何々じゃないぐらいやっぱ使う。そう、待ってくれ待ってくれ、めちゃめちゃ使うからね、これ。思ってるより使うぞっていう意味のランクイン、これって。そう。なんか日本だと、I guess ってなんか、私は何々と推測するみたいな。そういう感じじゃなかったっけ？そういう感じで。日本語で考えてさ、私は何々と推測するんだよねっていうシチュエーションってまあないからさ。I guess を使おうっていう発想にならないなって思ってたんだけど、うん、じゃないっていう感じなんだ、実際には。すごくこう、フランクトーク、カジュアルトークの中で使いやすい言葉。I guess he was full の使い方はさ、何々だったんだろうねじゃん、うん、それもあるし、なんかちょっとだけ気になるのは、うん、I guess I was wrong、 まあ間違ってたのかもな、うん、まあもういいし、かもな、もうゲスの雰囲気にすごく近い、うん、
それだって俺が学校のテスト出たら私は間違っていたと推測するっていう書くかもしれんわ。 I guess I was wrong の言い方とまあ間違ったのかな、ちょっとこう認める感があるというか、そういうことだったのかもしれないね、感があるというか、確かにまあコアの部分は似てそうだけど、その推測するみたいな全然合ってそうだけど、そういう風に使うっていう認識は全然なかった気がする。文章の最後につけるときも結構ない、なんかもうお腹いっぱいだったんだろうね、おいイエスみたいな、まあ知らんけど的な、今俺もそれを今イメージした知らんけどいいと思うな、知らんけどの使い方と一緒だと思う。知らんけどお腹いっぱいだったんじゃないみたいな、まあそれに近いニュアンスが微妙に入ってるってことだよね。そうだね。これってさ、 I think とは違うの？違うね。 I think が言い表せないね。言い表せないんだ、例えばさ、お腹いっぱいだったんじゃない、うん、まあ I guess じゃなくて I think でもなんか言えそうな風に思っちゃうの、その時と I guess を比べるとなんか違う。I think は自信があるね、その理由に。I think は前にその人がめっちゃおかしくてのを見てて、いやお腹いっぱいだったと思うよみたいな感じってことですね。そう。I guess のおかげでそのなんていうか無責任な感じ、まあ、だじゃないっていう。I guess が最後に入った場合は、うん、そのニュアンスは強くなるね。最初についてたよりも最後についてた方がより日本語で言ういわゆる知らんけど感は出る。ああなるほど。まあそういう意味ではさ、推測するみたいな日本で習うのってさ間違ってはないけど、そうだねそうだね。ちょっと違うよ、ニュアンス的には、ね。そうだね。なるほどな。確かにこれも使えそう。これはマジで使えた方がいいよ、ほんとに。じゃあ次、はい、 For real です。 For real、 For real、ね、これはですね、日本語で言う、うん、マジで、マジで、マジで、例えばどういう、マジで美味しかったって言いたい時には、うん、It was good For real。 なるほど。これね、最初には使えないですね。そこはちょっと欠点でかなと思いました。なるほど、うん、For real it was good、 ちょっとまあ、うん、いいんだけど最後にある方がナチュラル、 It was tasty For real、ね、なるほど、うん。もう一つ使い方が、マジで、マジで、マジで、ほんとほんと、嘘ついてない、マジで、見たんだって、あの二人が一緒にいるの、うん、みたいなね。For real. For real. I saw them at the cafe together. For real. それのリアクションとして、マジで、ほんとそれ。でも、For real. Seriously? For real? っていう感じで使えますね。なんか日本語でも結構さ、なんかリアルみたいな、カタカナって言ったりしない。ああ、はいはいはい。いいよね。ね。そういう感じもあるよね。でも使い方としてはでもね、マジでの方がね、そうだね、なんか似てんだよね。近そう。うん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 。これ便利だね。これ使う、うん、結構。使う。これまあスラング寄りだから、うん、使う人使わない人は分かれるね。なるほど。あれ、got to とか、guess とか、まあ、及ばないけど、うん、個人的にはよく使います。なるほど。うん、次、はい、4つ同時に紹介します、はい、なんとかなんとか ish、 なんとかなんとか z、 like stuff、 なんですかこれは。これは全て、うん、何々的なやつとか、うん、何々風のとか何々みたいなそのジャンルの言葉。これは使うな。これ全部英語にしたらその4種類だね。これしか使わないぐらい使うもん、日本語で考えると。だってもうそれ的なやつめっちゃ使う的なとこあるマジで、マジで。まあ、一番まず想像しやすそうなのからいくと、うん、まあ、like かな。そうだね、これはカタカナでもまあ使うときあるか。そうだね。なんとか like な商品とかね。うん、そうそうそう、うん、まあ、その使い方ですよ。うんうん、triangle like shape、 三角っぽい形。三角だろ、それは。で、まあ、次だと、like と似た使い方の stuff だね。これ前さ、うん、何々のやつみたいな。やつ。言ってたよね。そう、何々のやつ。言い方が結構表してるかなと思うんだよね、うん、例えばその前買ったさ緑でモコモコのやつあれないのみたいな、うんうんうん、何だよ緑のモコモコのやつ You know? That green fluffy stuff Do you have it?、うん、この今の使い方ね。これは便利だね。単語が分かんなくてもいいもんね。そうなのそうなの、うん、なんか結局何か言わないから。そうだよね、スタッフで代用できるから、うん、あとはそのなんか頑張って言い表せばいいな、それをね。そうそうそう。で、ちょっとここから難しくなってくるのかな、はい、ish と z みたいなね。これはね、単語の最後にくっつけて新しい言葉を作るっていう技、はい、これ自体は設備語的な感じで、うん、習いはするというかさ、うん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 、スパニッシュ的なさ。そうか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 。こうなると形容詞ってなりますよみたいな感じでは習いはするけど、ボーイッシュの一種か。そう、うん、日本語にあるのだと。そうそうそう、はいはいはい、そうだね。その応用で何にも使えて、グリーンに一種をつけることでグリーンっぽいっていう風になるんだね、うん、じゃあ青かもしれないし、うん、ちょっと黄色っぽいかもしれないな。そうそうそう、みたいな、なんかちょっとはっきりしないけどグリーンっぽいやつ。ああ、でもその前のところをさ長くできたりするよね。センテンスっぽく、そうそうそう、説明文っぽくできるんだよね、うん、それは絶対習わないよね。どういうことどういうこと。 It was so awkward. It was like
I just wanna get out of here-ish kind of atmosphere みたいな、そういうこと、そんな文章に一種つけられるの、そうそうそう。まあ今の日本語にすると、うん、めっちゃ気まずかったんだよ先日、マジで早く抜け出したい的雰囲気がやばかったっていうの。あ、その使い方ね、それ便利っていうか、日本語で喋ったらそういう時あるもんね、それを満たすやつなんだ、それは。そう、便利だね、使いそう。文章にも最後一種って言えば的なにしちゃっていいな、うん、そう。 Z も単語の終わりにつけるんだけど、うん、まあ、私がよく使ってるのは Japanese、うん、日本っぽい、日本っぽい、何々っぽいがいいかな。これってもともと何々 Z っていう単語があるから、それっぽい語尾を無理やりくっつけるみたいな、そういう話、Ease が Easy になってるみたいな。ああ、なるほどなるほどなるほど。そのよくあるのを他の単語でバーン無理やりくっつけて、はいはい、新しい形容詞を作る感じのやり方ね。和風の装飾がされてるなんかコップがあったとして、うん、その形容詞が欲しいっていうかね、日本っぽいコップなんだよみたいな、うん、それを言いたいがゆえにそういうのを無理やり作った的な、うん、そうそうそう。 Z って全部の単語に当てはめられるわけじゃないんだよね、なんかで終われば Z がつけられるよみたいな。なるほどなるほど。アメリカン Z とか言わないし、なんかメキシコジャパニーズとか言わないし、うん、ジャパニーズってなんか G 行きやすいね、でもだからそういうことなのかなと思って、ね、そうじゃない、でも SZ 系で終わる、チーズイとか言う、チーズ、あ、言う、音的な問題なのかな、やっぱそうだね、うん、だからその使いやすさ的には、うん、イッシュの方が使いやすいと思う。なんか何にでもなんとか、うん、イッシュって言えばもういいから、その単語の語尾をなんかさこう変形させるじゃなくてつけるだけだから、うん、イッシュだったら、そうだね、なんとか Z をね、変形させなきゃいけないね。例えばさ、ジャパニーズを一種で代用するとしたら何だよ、ジャパニーズ、うん、ジャパニーズイッシュとかジャパンイッシュ、どっちでもいい、どっちでもいい、うん、一種便利じゃん、うん、じゃあ次 That was something。 これは山ちゃんプレゼンツ、これはね、これはあのケビンのお得意な文句なんです、これは。あ、これケビンお得意のプレゼン、これよく言うのよ、うん、すごいことが起こった、すごい何か感情は動いた感じたんだけど、うん、何か表せないんだよね、何かうまくその表現できないときに、うん、something があるんだね、 That was something みたいな。なるほど、本当は That was something なんちゃらなんだろうね、だけどそれが言えないから、うん、That was something って言うけど、そうそうそう。例えば昨日のスピーチ、うん、俺聞いてたよ、見たよ昨日、あれねすごかったね、みんないいと思ってたし、よかったよ。これ英語にすると、うん、Yesterday speech man That was something、 That was reallyみたいな、はいはいはい、北島康介選手の何も言えないみたいな言葉にできないみたいな、そう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 、同じコンセプトだと思う、うん、私はこの感情があるんだよ、うん、この言葉にできない感情が生まれてたよ、うん、生まれたよ、あったね、うん、みたいな感じだね、うん、それを伝えることによって相手がなんかその捉えるみたいな、そのことをね、うん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 、すごい風に思ったんだなとか、うん、それを感じ取るっていうそのシステムなんだね、うん、そうそうそう、うん、コメンテーターで、あれどう思いましたかみたいな、 Yeah, it was really something、 いや、すごかったよみたいな、とかね、うまく言い合わせない時とか言うね、 That was something みたいな、あ逃げてんのはこのコメンテーターとにかく程度が、何にかしらの程度がすごいっていう、そう、そう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 。でもだからこれさ、本来はそう使うわけじゃないと思うけど、俺みたいなその英語がその得意じゃない人からしたら、なんか思ってるんだけど言えないみたいな時に使ってもいいよね、だから、うんうんうん、そう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 、そう、ね、分かってる感じの顔でとか、おじさんとか言ったら、ああねなるなるなる、分かる分かる、なるよ、勝手になってくれる、なるなるなる。じゃあ次 I'm down、 これ山ちゃんプレゼント、これさね、うん、I'm down ってやばい響きじゃない、確かにね、よく、うん、Are you down forなんちゃっていう誘い文句を言われるのよ、誘い文句、誘い文句なの、で、OK, I'm down って答えられるんだよ、それに対して、だから Are you down for なんちゃらっていうのは、そのなんとかすることに同意みたいな、なんとかすること OK 的な、はい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 、例えばじゃあその、恋人と旅行行きますで、なんかその泊まる宿をどっか迷ってて、ここっていい、そういうシチュエーションだと、それってさ、うん、まあ、もうどっかの宿に泊まるのは決まってるからさ、はいはい、うん、選択肢の中のどれがいいみたいな感じじゃん、うん、だけど Are you down for 何々っていうのさ、うん、全くそういう予定じゃなかったけど、うん、それをやるみたいな、全くクラブに行く予定じゃなかったけど、うん、クラブに誘われる、全くディナー行く予定じゃなかったけど、うん、ディナー行くっていう、そのくらいのこのなんだ、決意の大きさがあるというか、なんか激しい決断じゃなきゃいけない、そうね、割と激しい決断なんだよね、これは重すぎる決断だと逆に使わないっていう風
ふうにも思うんだけど、うん、ライトすぎると聞き方が重い感じがするんだよな。なんかこうじゃあララポート行ってさ、レストランララポート流れたね、今流れたね。このレストランガイドパネルあるじゃん、うん、でこうなんかね、まあ、イタリアン、モンジャみたいな感じで、そういう感じの雰囲気でさ、うん、Are you down for sushi? みたいな、うん、寿司に行く準備はできたそのくらいなんか 重さがあるというか、重すぎるんだよね、その見方は。めっちゃ高級もしかしてみたいな感じになったりするそう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 、なるほどね、その通りその通り。だけど逆にさ、2億の壺を買うそう、その重い、重すぎる重すぎる。 Are you down to buying a 2億の壺は重すぎる重すぎて逆にダウンが当てはまらない。そう、当てはまらない。なんかもっと楽しい雰囲気かな、うん、なんかどっかお出かけするとか参加するとかの時によく聞く気がする。確かに、うん、でもみんなで新宿で遊んでて東京タワー行かない急に、そういうのだったら疲れる、疲れる、うん、なるほどな、うん、ちょっと重いんだね。だからいやいや、そう、急に東京タワーって言われたらちょっと決断を強いられる感じがする。それぐらいがに使うってことね。そうだね。なるほど。じゃあ次、はい、Take ね、Take、まあ、What's your take? とかの使い方な。え、わかんない。まあ、これもだから最初の Got to と一緒だけど、こういうなんか基本単語みたいなのがいっちゃんややこしい。いっちゃんややこしい。いっちゃんややこしいな。これ山ちゃんプレゼンスですね。いやもうこれもケビンによく言われるのよ。山ちゃん、What's your take? 俺だったら竹を渡すわ。まあ俺の理解としては、お前はどっちの、どの選択肢を取るんだとか、どの意見を取るんだっていうテイク、なんとなくそういう理解をしてて、なるほど。自分の意見を聞かれてたり、うん、そのイエスかノーなのかを聞かれてたり、はいはい、立場を聞かれてたりすることが多いかな。私の認識としては、うん、私がそれ聞いてた時というのは、うん、どっちのポジションに取るというよりかは、ね、そのあなたが捉えたものは何っていう風になりますね。ああ、そうなんだ。そうそうそう、あなたがテイクしたものは何、この今のを聞いて。あ、そうだ、そういうことなんだね。そう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 。What's your take on that? は、この問題を踏まえて、あなたが捉えたもの、あなたがこう得たもの、得たものとか感じたもの、そうそうそう、は何ですかって感じだね。なるほどなるほどなるほど。じゃ山ちゃん、もしかしたら今まで微妙に違う捉え方で回答してたかもしれないって感じだね。じゃあ別に必ずしももう A と B の選択肢のどっちがあってどっちかを選べ的なことではないんだ。そうだね。何を感じたみたいな、何の感情を捉えた。なるほどね。感じ。じゃあ例えば会社の重大な会議がありました、うん、すごくこう議論されて、うん、私はこの事業をやった方がいいと、うん、私は撤退した方がいいと思うみたいな感じあって、うん、What's your take? って聞かれたら、うん、あなたは賛成か反対かっていうか、この会議を経てどう思ったみたいな、うん、そこを聞いてるみたいな。そうだね、次の授業どうしようみたいなミーティングだったら、うん、どういうステップがいいべきかっていうのは聞かれると思うんだけど、ね、うんうん、でもやっぱ文脈的に感想だけを聞きたい時とかもあるよね。その会議怖かったまあまあまあ、まあ、ありえると思うな、文脈で聞き方では、ね、立場を求められてるかと思って。でもさ、うん、シチュエーションによってはそれとイコールっぽくなっちゃう時もありそうだよ。そうだね、実際はね、そのポジションを選ぶみたいな場合で使われる場合が多いと思う、うん、けど意味的には、うん、直接それを聞いてるわけじゃなくて、うん、どう思ったみたいな、どう感じた、はい、何を得たみたいな感じの、そう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 、このテイクも使ならねえな、これはさすがに。そうね、うん、次、はい、I was like だね。特に like のところとかね、うん、これも山ちゃんプレゼンツでございますね、うんうんうん、これな、特に若い子たちの間ではもう10秒に1回ぐらい。あ、マジ。特にギャル、ね、ギャル、うん、てかさっきちょっと聞いてよ、昨日エリカがマジこんなこと言っててちょっと女子像が古いんだよな、あれが昨日香織がこんなこと言ってて的なやつ。うんうん、あーへー、 I was like、 She was like 何々何々って続いていくってこと。そう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 。これヒントとしてはね、 I guess よりもね多いよ。申し訳ないけど申し訳ない申し訳ないけどうわぁ I guess よりも多いし、それは謝ってほしいな。でも土下座してほしい、土下座してほしい本当にこれを知らずに英語喋らない方がいいよ、うん、そうだな、申し訳ないけど申し訳ない、うんうん、俺に教えなかった人全員が解けたかもしれない全員並んでケビも並んで俺もかよ俺も並ぶんかよ。いや、ちゃんも並んでこのね、like ってね、非常にいろんな使い方がまずあるんですね。彼はめっちゃ床で苦しそうだった。 He was like on the ground in pain. He was like, he was screaming みたいな、はい、状況を説明する場合もいけるし、うん、実際のセリフを当てはめるみたいな。He was like, help me! He was like, help me quick! Someone call a doctor! And it was so sad. みたいなね。He was like の後がその人の状態みたいなのも入れられるし、その人の発言みたいなのも同じように入れられる。そう。日本語だとその言ってたと、そうだったみたいな感じで変わっちゃうけど、うん、変わんない感じで言えるっていう。うん。まあね、みたいな感じだった。
っていう言い方の方が良くて、うん、彼は床にこのうずくまりながら苦しんでるみたいな感じだった。この前彼が助けてめっちゃ痛いんだみたいな感じで叫んでた。あ、そうね、みたいな感じでの言い方って言ったっていう感覚ではないけど、 He said、うん、何とはなんか若干感覚が違うってこと。どっちが近いかというと、うん、みたいな感じだったの方が近いの。ああなるほど、うん、彼はこう言ったというよりも、うん、なんでかというと、うん、その I was like, he was like の後にこのセリフが入る場合っていうのは、うん、結構この再現っぽいのニュアンスで言うのよ。はい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 、再現してるから何々みたいな感じだったの方がこう合うね、うん、じゃあそれってそのセリフのことだけを言ってるっていうか、この動きとか、うん、言い方、言葉も含めた、そうみたいな感じだったって言ってるの。そう。あーなるほど、非常にこの言い方とかも特徴的になると思うし、こういう感じでモノマネしたりするよね。そう。なるほどなるほど。そうだね。だからセリフのみになるとこのね、この演技とかもはむしろ入る方が、この使うね、これは。なるほど。うん。これ使いこなせたらかっこいいっていうか、もうだいぶ喋れてるよね。うん。結構なんか便利そうだな。うん。なんか普通に。じゃあ最後、kind of like もしくは sort of like っていうね言い方ですね。日本で習った知識を駆使するとさ、what kind of 何々 do you like みたいな。うん。結構よくね。言うね。これはね、うん、その意味から考えるとちょっと導けなくて、 Kind of like, sort of like っていうのは日本語にするといわゆるだったり、何々みたいな的な例文言います、はい、例えばIt was sort of like a pizza だったら、うん、ピザみたいな感じだったっていう意味になる。ピザじゃないんだ。そう、ピザじゃない、うん、そもそもさ、It was like pizza ってさ、うん、ピザみたいなものだったになるわけじゃん、うん、そこにさ、この sort of とか kind of 入るよりなんかさ、そのピザみたいなもの的なものみたいなさ、感じになってる。 Kind of, sort of が入ることによって、まあこのピザっていうカテゴリー内に入りそうなものだった、うん、雰囲気がついて、で、like ってこう的なみたいな意味でしょ、うん、だからそのピザのカテゴリーに入る的なものだったっていう言い方だよね。はいはいはい、うん、結局さ、今日その便利英語やってきてさ、やっぱ的なとか見たやつとか、そうだ、ね、そういうのはやっぱめっちゃ多いんだなと思って、うん、バリエーションが。でも実際そうだよね、うん、考えてみればさ、大体言うぐらいだよ、むしろ。いや、言い切ることの方が少ないよね。いや、そのぐらいだよね。何々みたいな感じとかでも表せる、うん、そうか、そうね、感じね、うん、そう、初めてシュノーケリング行ったんでしょ、どうだった、水族館にいるみたいだった、あ、はい、It was kind of like being at an aquariumその感想自体がまあちょっと感想のクオリティはちょっと評価しないその感想のことは関係ないから今それ例えばその水族館一種みたいなのでも言えんの、それ、相当ブライクで言いたいみたいな感じだったをもう一種に置き換え、さっき、はいはいはい、一種も似てたじゃん、なんかやっぱそのやりたいことは置き換えられる、置き換えられる、 It was aquarium-ish experience っていうふうに言えるんです。なるほどなるほど、はい、この kind of と sort of の違いはあんまりない、うん、あんまりない。どっちも一緒。どっちももう一緒の使い方してる、うん、ケビンもこれをよく使うし、うん、そのまさに間の穴埋め言葉的な感じでよく使うよね、うん、なんかわって聞かれて、うん、It was sort of like, you know, kind of like, why? みたいな、結局何も言わないみたいな、うん、そう、うん、そこで当てはめられる日本語としては、多分なんかこう、なんとなくこう、っていう風な使い方と一緒、確かに確かに、そうそう、まあ基本似てるけどね、ほぼ言い方が違うで同じ意味を表せる場面多そうな気がしたけど、うんうん、そうもそうも、うん、まあね、今日紹介したやつはどれもね、結構日常会話で使いますので、うん、ぜひこれ覚えてね、ドラマ見てみるやら実際使ってみるやらして、これをね習得してほしいです。これ、いや多分もうポンポン出てくるよこれ、リストここに持ちながら映画見たらもう、うん、あってなると思う。なる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 、うん、どれもさ、しかも使える場面が多いから入れようっていう意識があったらめっちゃ入れられるところいっぱいある気がする。その、うん、なんていうか俺みたいな初心者でも、うん、すぐ来る気がする、うん、使えるチャンスが、うん、そうでは、この動画がためになったという方はぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。テイクとかさ、ちょっとニュアンス違ったじゃん、うんうん、それでも全然会話困ったことなかったよね。そうだね、それも面白いよね。ねえ。でもさ、日本語でもそういうのあるよね。大人になってからさ、え、これってそういう意味だったみたいなさ、なんか違和感なく使ってたけど、はい、ちょっと意味間違ってたみたいなのあるからさ、普通にあるんだろうね、そういうの。